14万本から20万本のひまわりがお楽しみいただけます。常に満開のひまわりが見られますので皆さんいつでもお越しください。すごいですね。14万本、14万本ちょっとイメージが今からじゃあぜひ見ていきたいと思います。はい、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。 ケイトウと言います。ケイトウの、あの、鶏の頭って書くんですけれども、4種類があって、はい、今あるのはその名前の由来になった鶏の頭ではない方の羽毛って書く方のケイトウになります。へえ、そことか幸せの椅子とか。幸せの椅子、どうせだったら2人で座ってください。 密着度ですけど大丈夫ですか。やっぱりこれを目的にデートに来る方とかも多いですか。いや、これはまだできたばっかりなんです。まだ1週間経ったぐらいなので、はい、新しい。皆さんここで記念撮影をぜひ撮ってください。これはコスモスです。 10月から、 はい、秋の花ですよね。秋の花、また秋の花とひまわりのコラボレーションの方を見せていただくのが、 ひまわり畑到着しました。どうですか。めちゃくちゃ綺麗ですね。これ見えてるだけでも何千本ってある。切ってくれたのこれ。見るとひまわりの花が見えちゃうかなと思います。ちょっとこっち側のひまわりすごいですよ。もう大きい。空の顔ぐらい。これ見てください。これほら、見てください。ほら、大きい。 あんまりお花が似合わない気がする。<笑><笑>あれおかしいな。夏生まれなんでひまわりは結構ぴったりなイメージだと思う。<笑>いいですね。ここで家族で来たり、うん、恋人と来て写真撮影とかするといい思い出になります。 楽しいですね。入ってくのも、うん、ワクワクしますね。これは何かコツとかが決まりとかどうなんだろう。虫のない綺麗なひまわりが欲しいです。ちなみにお一人様5本までお持ち帰れます。はい、でひまわりはですね、はい、真ん中の緑が大きいものが若いひまわりになりますので、ここですね、はい、ここです。こちらが、はい、チェックポイント大きいひまわりをお選びください。 で長さは大体50センチぐらいにお切りください。50センチ、はい、はい、お家に帰って水切りしていただくのに、まあ50センチぐらいがいいかなと思います。はい、大志くん50センチってどれぐらいか分かってます。僕が狙ってる黒のアイぐらいの大きさですね。<笑><笑>いつかお刺身を商売いただけますか。<笑>刺し入れに。<笑>まあ斜めに切る、まっすぐに切る。斜めの方がいい、斜めの方がいい、はい、はい、じゃあいきます。あ、結構硬い。よいしょ。 どうでしょう先生。で水揚げの、あの助けになりますので、なるべく葉っぱを切らずにこのまま受付までお持ちください。はい、
5本積まれたら包んでお水につけてお渡ししますので。そういうサービスもしっかり。もちろんです、はい、で水揚げ方法がちょっと特別でして、それもまた受付でご説明させていただきます、はい、じゃああと4本です、ね、4本です、はい、なんかこうやって見ると2人でデートしてるみたいなんですけど、素敵ですか。素敵です。ありがとうございますこれはぴったしですね。でも2人で10本詰めますもんね。2人で10本です、ね、10本あったらハムスターも餌に困らないぐらい。うち2本ぐらいね、種のひまわりですよね大きくして刈らせて種を取って。はい、ハムスター飼って見えるんですか。いや、飼いたい願望があるだけですちなみに大地くん、はい、ここペット OK なんです。犬と来ても大丈夫なんですか、うん、ハムスターと来るのはどうなんですかハムスター逃げなければ、逃げなければ大丈夫だと思います。紐つけて歩くんですか。でもいいですね、はい、犬の散歩がてらドライブで。やっぱりペット同伴っていうところが少ないみたい で、ね、季節を変えてもちろん花広場は花が変わりますので、その季節季節で皆さんお越しくださいます。いいですね。年にじゃあその花の種類が変わるたびに来て楽しめるって、ね、そうですね。お姉さんたちちなみにどこから今日見えたんですか。岡崎県。岡崎ですか。あ、じゃあ結構近所ですね。愛知県の方ですね、うん、そうですね。お休みで。お休みで。大学生ですか。あ、そんなに若く。あれ社会人2年目です。社会人2年目、会社が休みで来たって感じですね。なんでここ選んだんですか。ひまわりが見たくて。都会の喧騒を忘れ癒されるためにだ大地くん同い年。社会人にいない2年目だと。僕24歳です。あ、24歳です。見えない見えないっていうのはどっちの意味ですかね結構ね、重いんすわこれ。あ、そうなの。差があって、うん、ずっしり、すごい植物感がすごいです。1週間ぐらい持つんですもんね。持ちますね、上手に水揚げしていただいたら。丈夫ですからね、これちょっと吹きっぽいけど。大地くんの親指ぐらい。そうですね、太さありますね。僕指太いんですけど。なかなかひまわりの水揚げが難しいお花で、はい、水切りは普通にしてもらうんですけど。ここをちょこっとずつ切っていくってことですか。はい、水の中でパツンパツンって切ってもらって、はい、あとは花の首の下までたっぷりお水に入れてください。もうここまで水入れるんですか。ここまで、はい、それだけの長さが必要になりますので、はい、水切りの時にその程度の長さに切ってもらうのがいいと思うんですけど、水の花の首の下までたっぷりお水に入れてもらって、はい、一番上の葉っぱがピンとするまでお願いします、はい、そうしましたらもう普通の花瓶に入れていただいて大丈夫なんですけど、はい、もうそうしましたら1週間は持ちます。水が、ね、最初にその作業をすることが大事。その作業が一番ポイントです。でここの花の下までが大事ですね。花の首の下までたっぷりお水に入れて。それは何分ぐらいっていうのは。これは皆さんね、帰る時間によって違います。はで今日みたいにちょっと雨降った後だったらまたすぐ上がりやすいし、はい、カンカン照りでこの後お昼ご飯食べて夜ご飯食べて帰りますっていうのだとまた長いです。しっかり一晩ぐらいつけとくと、そうですね、ここの葉っぱがピンとしてくるんで、これそれがポイントです。そしたらもう普通に花瓶に移して大丈夫で、はい、でそうしましたら水返していただければ一週間経ちます。水はやっぱ毎日変えて。毎日変えてもらう。暑い夏だと水の方が腐ってきちゃって、この根腐れを起こしちゃうので、そうなると短いですね。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、これね、やっぱり実物です。ありがとうございます。あ、すごい。これは持って帰るように包んでもらってですね。そうですね、はい。どうですか、僕の積み方は何点ぐらいですか。大丈夫ですか。積み方、あ、いいね。いい感じですか。はい、いい感じです。そうですね、やっぱりここの部分がね、はい、大きいほどお花が若い、ね、この緑ってことですね。これやっぱりポイントですね。はい、5本入れます。意外なのがあったけど、思った以上にひまわりの茎が太くてびっくり。そうですね、太いし、お花もね、結構大きいのでね、うん、重いんですよね。そうなんですよ、重くて。重いですよね。包んでお水を染み込ませて、はい、ね、こちらのひまわりですね、はい、このお花と水揚げ方法が違います。はい、こちらのちょっと読まれてね、お家の方でやってください。説明書きももらえます。はい、ありがとうございます。
包んでもらいました。帰ったらまず水切りをします。またこれは詳しく差し込んでもらえますか。ここは野菜の直売所です。新鮮な野菜が地元の南下の農家の方が作られたお野菜が毎朝届くということで、はい、毎朝採れたてが届きます。季節のナスとかね、十六ささげ、生姜ね、なかなかこれ110円では買えないですよ。110円、安い、はい、安いです。ちょっと買って帰りましょうか。ピーマン、奥、嫌いなものありますか。いや、もう僕は大好きです。特に夏の野菜とか結構好きです。いいですよね、はい、このじゃがいも花広場で採れたじゃがいもです。あ、これはここの110円です、はい、110円です。これ一袋110円、一袋110円です。基本110円です。見て見て、ピーマンがいっぱい入ってます。これも110円、110円。こちらの梅干しもですね、あの地元の方が持ってきてくださるんですけど、はい、なくなると電話がかかってきます。そろそろないですかって言って、根強い人気があります。この梅も地元の梅で、地元の方が。かぼちゃも大きい、そんな大きいかぼちゃ110円でいいです。これ甘いんですよ。ここのスタッフの息子さんが作ったやつで、はい、あ、さっきのあの山下さん、そうそう、山下さんちの順平ちゃんが作ったかぼちゃです。110円、いいですね、はい、いいですね。南下の野菜食べたかったらここに来ればいい、ね、そうですね。ここで野菜買う分には入場料っていうのはかからないです。じゃあ野菜を買いにフラットも寄れますね。フラットもよく見えます。いちご狩りの季節になりますと、はい、いちごのパックも安く販売しておりますので、はい、そちらの方で皆さんいちごを買いに見える方たくさん見えます。いちご狩りっていうのは12月の半ばぐらいからですか。はい、半ばから5月の連休明けまでやってますね。もうここの観光農園花広場さんのそこのビニールハウス、後ろのビニールハウス。夏はメロン、はい、メロン狩り、メロン狩りです。メロン狩り、はい、メロンはマスクメロンになりますね、はい、1玉1000円で皆さんお取りいただいてます。1玉1000円なんですけど、1個取って1000円で、そうです。でも自分でメロンなんて収穫する機会がないんで、それもまたいい体験、ね、そうですね。でお盆前になると皆さんの実家へのお土産とかで来られて10玉取って帰った方見えました。いいですね、うん、子供たちの自由研究にも良さそうな時期ですもんね。そう、子供の経験にって言って親御さんが取られていかれる方が見えましたね。メロンどうやってなってるか知ってますか、大地くん。でもいちごと同じハウスで作るっていうことは多分いちごと形式は一緒ですよね。悩んだ顔してる。違いますね。来年はちゃんと勉強に来てください。はい、はい、すいません、失礼しました。これは国産のカレッとかではパイナップルのソフトクリームまで食べれます。いろいろあります。今アイスクリームが硬くてストライク中なんですけど。いいですね。でも暑い夏にこうぐるっと回ってからこういう冷たいものが、ね、ひまわり味のソフトクリームとかあったら、ね、食べてみたいですけどね。ひまわりってどんな味するんでしょうね。ディスに聞いてみましょう。ディスに聞いてみましょう。すいません、ありがとうございます。いただきます。いただきました、パイナップル味。あ、おいしい。ね、冷たくておいしいですね。はい、今ぐるっと花広場さん回ってきましたが、魅力がいっぱいの、花いっぱいの花広場さんでした。皆さんもぜひ足を運んでみてください。じゃあね。